FA 工事やめろ。名護市辺野古のキャンプシュアブゲート前で開かれた集会は、辺野古移設に反対するオール沖縄会議が主催したもので、県内外から主催者発表でおよそ900人が集まりました。参加者らは大執行により進む移設工事について、民意を無視した埋め立て工事だとして抗議の声を上げました。本来は平和な島じゃなきゃいけない、こんな小さい島にね、基地を押し付けて本当いけないと思います。私たちの民意も全然聞かずに、ただ唯一だけで進めていくっていうのも許せない。一方、大浦湾の工事現場周辺でもカヌーに乗った市民らがプラカードを掲げながら工事に反対の声を上げました。こうした中、大浦湾側では今日も作業船に積まれた石材が次々に投入され、石材が海へと沈められるたびに水しぶきが上がり、青い海は白く濁っていました。移設工事に反対する県に代わり、大執行によって工事を承認した国は、おとといから大浦湾側の海域での工事に着手し、資材を置くための海上ヤードの建設作業を進めています。